はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンド2021年16月15日、火曜日でございます。火曜日といったらこの方の登場です。セニョール佐藤さん、こんにちは。こんにちは。もう梅雨なんですけれど、今日は晴れてましてすっかり夏な感じでございますが、体調いかがでしょうか。まあ、昨日ちょっとクリニックにはもう月に行かなくちゃならないところがあったんですけど、まあ、今の体調はまあいい状態なので、昨日は曇りがちだったんですけど、まあ、雨は降ってなかったので、気がついてみたら9キロほど散歩してね。大丈夫ですね、それ。いい、ちゃんと運動されてるっていうんで見習いたいと思います。皆さん本日もよろしくお願いします。あ、秋吉さん、熊本から、こんにちは。仕事が休みなので最後まで参加します。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ブリッジさん、皆さん、セニョールさん、こんにちは。よろしくお願いします。早いですね。今日は出足も早く。セニョールね、セニョールの会のデータ分析をさせていただいたんですが、とにかく見ていただいている時間が長い。びっくりでございます。で、皆さんこの時間に聞けないじゃないですか。1時間をがっちりとか。1時間、まあ、先より長くお話してくれるんで、もっと長いんで。なので、皆さん2回か3回かに分けて見てくれるようですね、1週間。なので本当に感謝です、ございます。大久保さん、富山から。こんにちは。今日もよろしくお願いします。またもや酒井宏樹選手の記者会見後のタイミング、良いライブになりましたね。はい。ね、あとで、メアリー、セニョール吉田さん、皆さん、こんにちは。こんにちは。最近ね、浦和レッズ、いいタイミングでいつもやっぱりリリースしてきますよね。試合が終わって、まあ、土曜日、日曜日ってあった時、月曜日のリリースっていうのは、一週間のうちに、やっぱり浦和レッズの情報が、目につくタイミングが切り替わりなんで、いいなと思ってます。その辺は、高く評価したいなと思います。なかなかね、そういう戦略的なことっていうのは、やってるようでみんなやってないんですよね。どうしても、どうする、どうする、どうするって言って、慌ててリリースしちゃったりとか、あるいは、リリースしなきゃいけないタイミングを逃しちゃったりとか。そういうところでは、なんかレッド最近はうまくその辺のところは、偶然やってる風には見えないので、よく考えてるし、酒井選手のこの加入会見っていうのも、この日にやりますよっていうリリースをその前の週に出してて、同時に加入会見に合わせて、これは本当用意周到でいいと思うんですけど、グッズも販売すると。ユンカー選手の時にもユニフォームの販売があったりとか、ショルツ選手の加入発表の後にもユニフォームを販売したりとか、とてもいいと思います、うん。そういうことができるかできないかっていうのは、やっぱりセールスにつながっていくんじゃないかなと思うので、まあ、後で聞きたいなと思うけど、サッカー、ビジネスにする、うん、でサッカーに対してまあ感謝をしながらなんですけれど、まあ、そういうお話はちょっとセニョールじゃないとなかなかね、消えなかったりするので聞いてみたいなと思います。よろしくお願いします。ノリックさん、吉田さん、セニョール、皆さんよろしくお願いしますということで、メンバーシップの皆さんありがとうございます。初めていらっしゃった方もですね、お気兼ねせず、何か聞きたいこととかありましたら、コメントの方書き入れていただければ、基本的にはタイミングがずれてしまっても紹介しますので、基本的には今話していることを中心に、意見のも取り上げていきたいと思います。私、吉澤浩一と申します。J リーグ始まった頃の浦和レッズのサポーターの、サポーター第一世代と勝手に言っておりますが、現在は職業は、スポーツライターですね。まあ何度かワールドカップに行った。まあここに書いてあります。説明欄に書いてありますんで読んでください。そして、この方、佐藤秀夫さん。はい。どんなおじさんなのかなって。
若い人からさ、あの俺のおじいちゃんと同じぐらいかなと思ってる人もいるかもしれないですけど、うん、高校生とかだったら全然おかしくないね、そういう子がいてもね。おかしくないでしょうね。うん、でもこんなにサッカー詳しいおじいちゃんだからいたらたまんないね。どっちか分かんないけど。まあ他に脳がなかったからっていうこともありますね。はい、東京ヴェルディの前身、読売クラブで、長きにわたっていろんな部署ですね。まあ要は、プロチーム、プロリーグ開幕前夜の、読売クラブ、そしてまあ、J リーグそのものの運営にも、誕生にも携わった人です。今、持ってないですから、持ってないですけど、すごく立っててますから。そして、浦和レッズ。後にまた東京ヴェルディに戻り、東京ヴェルディだったのもう、あの時は。まあ、あんまり長くいなかったんですけどね。そして、ヴィッセル神戸でお仕事をされて、現在は、僕の火曜日のパートナーとして、ありがとうございます。パートナーっていうと、まあ、聞こえはいいんですけど、まあ、僕はちょっと脳梗塞を患ったことがあったんで、まあ、オーラルリハビリテーションっていうのかな、言葉が全然通じなくなってた時期があったので、しばらく、うんうん、まあ、先輩や友人、周りの仲間から、セネル何言ってるか分かんないよっていうのは、何日か後で言われることがあって、その時にはショックが大きくだろうって誰も言わなかったんですけど、うん、実はそういう時期がちょっとしばらくあったので、うん、だからそういう意味では今もリハビリのつもりで逆にお話をさせていただいてるっていうところなんです。いやいや、本当にこちらこそありがとうございます。ただね、皆さんがもう分かると思うんですけど、いや、本当に、もう何回かな、回数も重ねていらっしゃって、いただいて、うん、まあ本当に話す内容もそうなんですけど、専用服は確かにそうなのかもしれない。僕はね、そんなに最初から気になってないんですよ。知ってる人なんで。うん。でもね、専用服から僕、ろれつ回ってないでしょって言うから、そうかなって言ったんですけど、比べれば、ろれつは回ってますけど、言葉が、やっぱり聞き取りづらかったかもしれない。でもすごいですね。人間というのは本当にすごいですね。日々目に見えるように進歩していきますからね。はい、いや、こういう年齢になるとさ、お互いさ、進化するわけじゃん。退化していく年齢だからね。そうそう。だから退化してるはずなのに、前に進んでるようにっていうのは、やっぱり素敵じゃないですか。ね、まあ溺れるものは藁もつかむっていうから、要するに溺れないように頑張ってるだけの話じゃないですかね。まあそういう中でね、話を今日の話していきたいなと思うんですけど、まあまるで、この、うん、僕はまあ失われた、まあ何年かっていう、まあ、10年くらい失われてる時間が浦和レッズはもうすごくあったような気がするんですね。とは言いながらタイトルを取ったりしてますし、取ったりっていうのは、天皇杯を取って、ね、ルヴァンカップを取って、ACL も取って、ACL に関してはもう一度ファイナルにも行って、そんな10年なんですけれど、にもかかわらず、非常にストレスを感じる時間が長かったんですね。で、これは僕だけではないと思います。なぜかというと、観客動員数というものが、それに現れていたな。で、実際順位を見ても、浦和レッズの順位は、まあ、一桁順位ではなくて、まあ、真ん中の順位ですかね。まあ、真ん中の順位、一桁順位であっても真ん中。いわゆる上にも行けない。下に落ちることはないけど、上にも行けない。こんな時代が、歯がゆい時代が、まあ、続いていたことは事実です。で、現在もそれを脱しているとは言いづらいですが、何か先に明かりが見えてきたような、そしてなんかこの今まで持っていたモヤモヤ、ストレスみたいなものが、
かなり解放されている。うん。もしかしたらこれは短い時間なのかもしれないですけど、少なくともこの2ヶ月くらい、とりわけこの1ヶ月半ですね、5月入ってからは、目に見える、形、結果に見える状況で、浦和レッズが前進しているのかなと。でそこには、強化部と言われるチームがあって、彼らは、まあ、日頃は前には出ませんけれど、まあ、彼らの後ろ支え、そして動きっていうのが、ここに反映しているということは、疑う余地はないので、実際その強化部、そこに関わってきたいろんなチームでね、浦和レッズもちろんなんですけど、セニョール佐藤秀夫さんの目から見て、現在の、浦和レッズの強化部、まあもちろんよその強化部も含めていいと思うんですけど、そして、まあ、その、キャッチーなね、タイトルをつけたかったね、西野テクニカルダイレクターの、まあ手腕を、どう見てるかっていうふうに言ったんですけど、そのポジション自体がどういうポジションであるのかっていう、また聞かせてもらえたかなと。ちょっと僕の話、説明長くなっちゃったんですけど。昨日は酒井宏樹選手の加入会見がございました。セニョールの方はご覧になっていただけましたでしょうか。ああ、見ました。うん。まず酒井選手の、会見をご覧になって感じたことは、やっぱり僕は年収がレース今の、ね、レースじゃなくてその前にレースを率いてた時に酒井選手を若くても登用してって、で彼はヨーロッパ行けるようになったその時のことを覚えていて、とてもいい選手だなと思ってたんですけど、その時はまだこれからの選手っていう、そういう見方しかできませんでしたけど、よくとここまで伸びた選手になったなと、もう成長した選手だなと。おそらくヨーロッパの中でも、まあ、サイドバックだけじゃないけど、まあ、サイドバックで捉えた段階では、何十分かの指に入る、すごいいい選手に育ったと思うし、で、昨日の会見の受け答えを見ていても、非常に賢さがあるなと。うん、落ち着いてるし、で、聞いた話は聞いてるし、で、どういうふうに答えたらいいのかなっていうことを分かった答え方を彼はしてたんだと僕は思うんですよ。はい。やはり、まあ、記者の人たちがいろんな、まあ、価値観で質問はしますけど、彼らは原稿にしたい、あるいは何かいい話を引き出したいってことで聞くのが、まあ、本来なんですけれど、まあ残念ながら引き出しの開け方を知らない人が多かったのかなって気がしたんですけどね。まあちょっと申し訳ないですけど。でも、それに対する酒井選手の対応の仕方っていうのは非常に紳士で、紳士っていうのは二つの意味があって、紳士的なってジェントルマンの紳士と非常に受け止め方を真面目に聞くっていう紳士と、そのどっちの紳士も彼は持っていて、それで分かりやすいように返答してるんですよ。はい。その分かりやすい返答してる中にも、彼のやっぱり誠実さみたいなものが現れていて、レイトに対する配慮もあるし、で、まあ、決断をしたのは自分ですからといって、まあ、反対があったかもあったかっていうこともはっきりは言ってるけど、すべて自分の人生、自分のサッカー人生だから自分が決めたんですよって、そういう強い意志がね、はい、遠回しな表現で、簡単な言葉なんですけど、使いなんですけど、聞かれた当人としてはきちっとそれに反応する素晴らしい答弁をしてたと僕は思いますよ。はい。同感でございます。ね、僕は実は参加してたんですけど、記者会見に。で、そこには結構皆さんもご存知で、有名な記者さんも参加してたりするんですけど、記者会見って必ずしも全員が挙手して話聞くわけじゃないので、俗に言う囲みという会見でしたから、
空気を読んで、まあ、浦和レッズに加入しての初心表明をあの場でしていただくので、ですから、あまり、こう、道から逸れたような質問はしたくないっていうのが、まあ、一つ、こう、何も言わなくても、通常は分かってるんですけど、ちょっとうまくいかなかった部分はありますね。で、そういう中で、酒井選手の受け答えっていうのは本当に今おっしゃっていただいたように、真摯であり、ジェントルマンであり、そして真摯に答えてもらったと。言葉一つ一つを、分からなくてではなくて、みんなが困ることがないような言葉をしっかり選んでもらえたかなと思います。駒場さん、ティニョールさん、吉田さん、こんにちは。ね、おお、フェレイラさん。で、テニオルさん、コウちゃんお疲れ様ですって。いやいや、ありがとうございます。まあ、大体僕のこと、コウちゃんなんていうやつはまともなやつはいないんですよね。友達でございます。悪い友達でございます。でも、ありがとうございます。毎週火曜日楽しみに皆さんしてるようなんです。テニオル今言ったんですけど、彼の、こう、周りに対しての配慮、まあ、一つは、以前いた所属して、まあ、アカデミー時代から所属した柏レイソル。これに対しての配慮がまずやっぱなされていた。あと彼の言葉から何度も聞かれたオリンピックマルセイユ。ね、当然ですよね。5年もいて、で家族も非常に喜んでいた。で、プラス、ここはね、僕は素晴らしいなと思ったのは、いろんな報道が出ているけれど、家族はそんな、否定をやんわりとちゃんと、やんわりとっていうかきっちりと、優しい言葉で、いろんなことが書かれているけど、そんなことはありません。家族も、フランスはマルセイユをすごく気に入っていますと。これはもう否定なんですけれど、今まで書いてあることは正しいことじゃない、憶測だよって。でニュアンスとしてどこかで言ったかもしれないけど、そうじゃないよ、みたいなね。そこまでケアできる言葉遣いだったと思います。僕はね、これできる人なかなかいなくて、素晴らしいなと思う。家族もオリンピックマルセイユ気に入ってます。マルセイユ気に入ってます。マルセイユっていう、それもね、オリンピックマルセイユじゃなくて、マルセイユっていう場所を気に入ってます。フランスっていう国を気に入ってます。これは、結局、酒井選手の発言っていうのは、世界にも配信されるわけなんで、すごく僕は大事な言葉だなって思いました。ね、で、赤いユニオームはなんか話でもあったじゃないですか。その時には、いや、ハノバーの時にも赤だったんで、ね、代表の練習員も赤なんで、違和感ないですよっていうような話をしたところも、彼はすごく賢いな。思いました。あそこで、僕も、まあ、記者なんで、あれなんですけど、違和感ありますよね、慣れないですね、みたいな言葉の方が欲しいんですよ、本当は。ですけど、いや、そんなことないですよっていうのと同時に、お前たち見てないのかって言ってるんですよね。一番大切なことはね、そのユニフォームの色が何色だろうと関係ないんですよ。つまり、そのクラブでプレーをすることになる。それは、要するに、双方が合意してるわけですからね。要は、片思いじゃないわけですよね。端的に言えば。で、そういった時に、たまたま、例えば、相手の女性がね、たまたま黒を着てた時と、ピンクを着てた時と、たまたま今日は赤だと。それ、色でその女性と付き合うわけじゃないんで、その女性と付き合ってるときは、つまりその女性がクラブであれば、たまたまそのクラブが赤を基調としてるだけの話でね。だそういうことを聞く自体はちょっとナンセンスだなって僕は思うんだけどね。ねえ、いや、そうなんですよ。だから聞かないんですよね。普通はね。僕はね、記者として、あとは、こう、まあ、一般の人たちが聞きたいことを考えるときには、なぜ聞か、まあ、じゃあお前聞けよって話になるんだけど、ね、もっと
リアリティのある話とかはあっていいと思うんですよね。いくらですか、給料はいくらなんですかって、マルセイユより高いんですかね、浦和レッズ、いや、そんな、例えばその時にどう答えるかっていうのがまたこれにもなるんですけど、出ないんですよ、それは。で、じゃあどうして聞かないのかっていうと、段階がやっぱあるんで、突然そんな話をして場の空気が壊れちゃうのはいけないんで、ね、その盛り上がりを見てたんですけど、なかなかその深く突っ込んだそういう話の展開までいけなかったですね。うん、契約に僕も会見にはいっぱい出てますんでね通訳も含めで出てますし、僕はその昨日の酒井宏樹選手の会見の時に一番頭の中走馬灯のようによぎったのは三浦和義ですかね。カズがサントスから日本に来て読売に入ると、でその時にカズだけじゃなくて新監督でブラジル選抜の監督なんかやったカルロス・アルベルト・ダ・シルバっていう人がの監督就任会見と、かつ入団関係っていうのをちょっといやらしいやり方だったけど、読売新聞社の本社大手町の大、まあホールっていうかトータルでね150人以上がいたんですけどね、記者がね、カメラマン、テレビ局も含めて、まあそれだけ数が、まあそれだけ注目されていた、監督もそれだけ注目されていたわけですよ。で、社長はいなかったけど、副社長以下、読売新聞社の幹部の人たちに、そういうすごい、なんていうかな、大王、すごい、ものすごい何十人も入る応接室に最初にいて、はい、待機したんだけど、もういろんな人が、まだセニュールってニックネームなかったけど、僕を持ち上げてくれるんですよ。もう、ピースの、メルディの社長になる人たちも含めて、もういろんな言語を喋れるから、いろんなこと言って持ち上げてくれるんだけど、まあ嬉しいんですけど、うん、僕はそれでも緊張を一応してるんですよ、うん、でも自分を和ませようと思ったら、すいません日本語も結構うまく喋れるんですけどって言ったんですけど、それからまあ記者会見やってどのくらいやったから時間覚えてないけど、時間っていうのは決まってるわけですよ、30分とか、はい、でその時にまあ数はまだ若い選手だったけど、やっぱり受け答えはっきりしてるんですよね。それを酒井宏樹選手が昨日受け答えしてた時に、まあ酒井選手の方がもっと堂々と落ち着いてる答弁もしてたけど、うん、ある名前はちょっと出しちゃうと予習もしてる人だからやばいから言わない後で教えて、うん、そのカルロス・アルベルト・シルバに、実は彼はアメリカとオーストラリア代表監督のオファーもあったわけですよ。うん、その時になんで読売を選んだ、つまりその記者は、まあ、僕なんかでもはるか年上のベテランの記者なので、要は、お金で来たんじゃないんですかってことを聞き出したかったわけですよ。だからカルロス・アルベルト・ダ・シルバっていうのは、もともと大学の先生もやってた時代があってね。うん、非常に数はその時7年ブラジルにいたし、数の方が僕のよりもポルトガル語を知ってんじゃないのかなっていう、そういう僕もちょっと不安もあったし、で、そういう緊張感もあったんだけど、そのカルロス・アルベルト・シルバやったなら日本語で言うと復讐を使うんですよ。おお、復讐を使う。一般的にはね、相対的にはね。うん、こういう見方をする場合はねっていうことを必ず先に言うんですよね。まあ、大学の先生って、僕も大学で授業やったこともあるけど、頼まずやったことあるけど、でも僕はそういう言い方は絶対しなかったんですよ。うん、でも、そういうふうな言い方を、復習を入れると、その間に考えることができるんですよね。どういうことがいいか。だから間を作ってるんですよね。それが分かったんで、その復讐に惑わされないね、根幹の答えだけを訳していったんですよ。おお。そしたら変な話、
僕のファンクラブができてね、記者クラブとか、ね、その通訳としてのね、そんなところがあったんだけど、結局、さっきも言ったけど、メディアの人っていうのは何を聞いて引き出すかっていう、そのテクニックがないと、カズも、それからカルロス・アルベルト・シルバも、まっとうに返してないんだよ、さっき言うと。はい。で、それは、彼はそういうふうにやってるんだけど、僕が意訳してるわけじゃないんですよ。意訳はしてないけれど、ちょっと色を抜くとかね。ちょっとトゲがあるような部分は、ちょっとトゲを一本抜くとかね。そういうふうなことはもちろんやるけど、別に間違ったことではないので。うん、で、そういうふうなことが、記者会見では、もう今、ユーロだとか、コパアメリカもやってるんで、しょっちゅう同じことをもう毎日毎日展開されてるわけですよ。で、敵対関係にあるわけではないわけですし、で、それを、メディアの人たちは、もういろんな人に、伝播というか伝達しなくちゃなんないこと。それがメインの仕事だから、自己満足で、色、ユニフォームの色はどうですかっての、もうナンセンスなんです、はっきり言って。しょうがないでしょ。高校入学したら、どこの高校は制服があって、その制服着なくちゃならないとか、そういうものがあるんだったら、その高校に行きたかったんです。その制服着に行きたかったっていう人もいるかもしれないけど、サッカーのに限定していれば、どこのチームにもホームアンダーウェイのユニフォームが2種類から3種類用意されていて、自分で色を決めるわけじゃないんだからさ。で、みんな同じユニフォームのカラーを着なくちゃいけないっていうルールがあるわけだから、ただそれだから、そこの部分はあんまり意味がないんじゃないかな。逆に、ファンの人たちに、どういうふうに売ってるか言ったら、彼は、要するに、サポーターに応援してもらいたいってことを、もうすごいサポーターだからってことを言っていて、まあ、レッスンの時は怖かったぐらいですよっていうふうなことを言ってるけど、サポーターに愛されるような選手になりたいって言ったじゃない。ということは、もう赤を着るのは全然問題ないんですよってことを遠回しに言ってるんですよね。すごくね、賢かったのは、まあ、レッズのゲームは、まあ、当然なんですよ。彼の年齢が言ったら、15引いてもらえればいいんですね。15引いてもらったら、高校生自体も浦和レッズめちゃくちゃ強いわけですよ。その時代です。で、彼は、もう彼の方から、もう先にね、ガンバ大阪との試合見ましたって。あんなのね、もう彼からのまさにクロスですよ。記者からしたら。すっごいクロスだけど、あのクロス多分捉えられたのは多分川野忠さんとか俺とかしかいないと思うんですよ。威張るわけじゃなくて。おー、さすがだね。そうだよね。高校生の時だもんねって。あの強いレッズを見て、痺れないわけないよね。ね、どの試合、何年の何月というのが分かんないんだけど、僕も実はその同じような試合を、実はブラジルに滞在してるときに、NHK の BS がね、ブラジルで、いいホテルだったら、ちゃんと受信できる。で、もう、そうだ、どの試合かって言ったら、レッツとガンバのサポーターが暴動を起こしたんですよ。その試合。だからその、サッカー選手が行った試合と違うかもしれないけど。その翌年ですね。それをサンパウロのあるホテルで見てて、ああ、やってるなっていうような感じがあって。でも僕は僕の業務があるから、サンパウロで仕事しなくちゃなんねえなっていうのがあったから。でもまあ、まあ、今コロナ禍でね、お客さんは制限されてるけど、サッカー選手見てた通り、やっぱあの満員のスタジアムでね、半端じゃないんですよ、5万5000とか、そういう数字っていうのは。はっきり言って、一つの町が全員集まっちゃってるようなもんですからね。で、それも、ほとんどは、レッズのサポーター、ファンなわけですよ。うん、それはね、やっぱり、そのレベルはね、世界でも20本、30本の指に入るんじゃないかなと思うんですよ、レッズサポーターっていうのはね。だから、そういうことを、マルセイも全く同じですからね。で、マルセイに関しても、配慮っていうのを彼の言葉から
伺えるわけですよ。やっぱりマルセイのファン、サポーターからも、スタッフからも愛されてたんだろうなっていうのは、もう容易に想像できるじゃないですか。彼の発言を聞いてるだけでね。だから、ものすごい活躍を彼は、まず最初のオリンピックでやってもらわないといけないんだけど、それをやって、まあ、なんか、ロドリゲス監督とは話してたの多分あるんじゃないのかなって。なんか、親ガモに言うことをよく聞く子ガモなんじゃないのかなって、そんな気がしますよ。まあ、ハノバー、そしてオリンピック・マルセイユ、まあ、9年という中でね、まあ、それこそ 4年の5年ですか、それぞれのチームに滞在年数が長いですし、そしてレギュラーとして活躍していると。まあ、オリンピック・マルセイユでね、200試合には足らなかったですけど、200試合近く出場してるっていうことも、うん、で、またすごかったですね。その要は、序列として一番で出てるだけだった。いわゆる酒井宏樹、まあ言葉をね、解釈するんであれば、いわゆる自分のポテンシャルが周りに絶対負けない状況で出てるんじゃなくて、まあ序列の中で一番だから出てて、それはちょっと物足りないさだったり、あるいは状況の中、空気も読んだったら、まあこれはチーム移った方がいいんじゃないか、みたいなね。プロだなと思いましたよ。なかなかいないし、海外組って言われる人たちがたくさんいますけど、酒井選手のような受け答えをする選手、なかなかいないなと思って、昨日、見させていただきました。まあ、どこか、いつか、あるいは彼がキャリア終わってからでも、話をする機会が巡ってくるかもしれないので、その時には、忘れないようにしようと思う会見であったことは確かです。それは、でも彼のパーソナリティが全てそうしてくれたから。うん、僕は昨日、彼のコメントを聞いてて、勝手に僕なりに感じたものなので、多くの人が同じように感じるかどうかは別問題なんですけどね。まだマルセイユと1年残してるわけですよ、契約ね。それで、まあ、オリンピックっていうのはもちろん魅力だと思うんですけど、別にマルセイユからオリンピック出たって言えば、だからクラブが OK してくれるんであればね。でも彼が、その契約年数まだ残ってるのかから、なぜここに来たっていうのは、僕の大好きだったペレっていう人がね、もっとできるじゃないかって言われたのに、引退を決めるわけですよ。で、その引退試合はテレビでも放送されて、日本でも放送されて、セルジュ・エチコはね、セルジュが解説してたけど、セルジュがね、素晴らしいコメントを残したんですけど、マラカナでやったんだけど、マラカナに前入ってたけど、雨が降っててね、大粒のね。で、ペレが引退するのをやめさせようって、ポルトガルではフィッカ、フィッカって言うんですか。フィッカっていうと、残ってくれって、ステイって意味だけどね、英語で。フィッカっていうのが、もう、シュプレイコールみたいです。もう、こう、スタジアム全体が。やめないでって。やめないでってこと。やめないで。それをね、セルジュは、まあ、ストーリーは、まあまあ、もちろん日本語は喋れたけど、今はもっといいけど、もうちょっと勉強してほしいけどさ、慣れてほしいけど、聖獣がその時言ったんですけど、この雨はね、そのファン、サポーターがペレに対してやめてほしくないっていう涙の雨ですねって言ったんですよ。いや、素晴らしい表現でしょ。素晴らしいですね、うん。僕はまだその時ね、大学生だったと思うんだ、大学生だったかな、だと思うんだけど、いや、その言葉にも感動したし、でもペレがその時言ったのは、ボロボロになってプレーする姿をファンの人たちに見せたくないって言ったんですよ。うん、つまり、まだまだやれるよっていう時にやめるのがかっこいいんだというのが自分のポリシーだと。で、それにね、なんか似たものをね、昨日、酒井宏樹選手のね、コメントの中で。ああ、そうですね。要するに、もう、
今、どっかの中央アジアにいる選手じゃないですか。もうクビになったらしいけど、どっかの東南アジアの代表監督もやってる人ね。言いたい放題言う人がいるじゃないですか。でも、今戻ってきても、もう、見たいっていう人はたくさんいるとは思わないんだよね。でも、昨日の酒井宏樹選手のコメントを聞いてたら、お、固まっちゃったかな？と思ったと思うんですよ、僕は。次にもう一回お話お願いします。今で、ね、ちょっと固まっちゃった画面が。昨日、酒井宏樹選手の会見を見てると、浦和レッズのサポーターは当然見に行くっていうのは、もっと気持ちが高揚したと思うんだけど、レイソルのサポーターの人たちも、やっぱり、ライバルチームだけど、じゃあ、レッズ以外のチームだったら、酒井宏樹を応援しようかなっていう人はね、僕はまた戻ってきてると思いますよ。そういう、一人の選手としての魅力っていうのは、あの短い会見で、大した内容の答弁ではないんだけど、やっぱり彼の、やっぱ人柄っていうのが本当の意味で出たなと思いますね。かっこいいと思いましたよ、僕も。そうですね。サティアナさん、こんにちは。お世話になります。おじえめさん、こんにちは。ズームのところもフォローしてましたね。そうそうそう。昨日の配信とは異なるサービスなんで、そんなところにも気を使ってました。個人的には、印象的でした。そして、ノスケさん、こんにちは。よろしくお願いします。秋吉さん、ありがとうございます。高評価の方ですね、聞いちゃって忘れちゃったなんてあるかもしれないんで、もしよかったら押していただけたらですね、セネオールの、ためになるお話、ため、俺もためになるんですよ、いつも、本当に。そうだなと思いながらね。そうかって、そんな、日本でもペレの試合っていうのは、やったんですね。僕の記憶だと、日本テレビで録画でね、多分土曜日か日曜日の夕方4時くらいにやったっていうのは、なんとなく覚えてるんだけどね。それで、セルジオさんがゲストで出て、そういゲう、ストじゃなくて解説でしたね。解説としてね。なるほどね。それはすごいですね。その放送はなんかで見てみたいですね。なんかね、ビデオの時代じゃないから、なかなか難しいんですよね。日本テレビに行けばあかんかもしれないですよ。ねえ、だけどほら、その俺びっくりしたのがあるんだけど、ちょっと話がちょっとそれちゃうかもしれないけど、昔っていうのはテープも高くて、テープの上書きしたから、本物がないなんていうのが、嘘みたいな話があるようですからね。それがね、僕が神戸にいたときに、香川博さんって、香川照之さん。大先輩がいるでしょ？今、95かな。で、香川博さんが、いろんなアクションを起こしてるときに、香川さんから声かけられて、僕も、本田さんも知ってるでしょ？もちろん。で、あれは、西宮かな？で、あるところを借りてやったんだけど、NHK が東京、あ、じゃあ、メキシコオリンピックの3位決定戦の日本が銅メダルを取った時の、その映像をカラーでフルにあったっていうのを発見されたっていうのを、それを借りてきて、3、40人で見させてもらったことあるんですよ。で、僕は高校生だったから、高校もこうね、東京に行ってたから、その試合は全然見れなかった。ニュースぐらいしか見れなかったけど、その後何回か見たことあるかもしれないけど、完璧にカラーなんですよ。多分、ヨッシーも、東京オリンピックじゃない、メキシコオリンピックの銅メダルの時のニュースとかハイライト見ても、多分色あんまりついてないんじゃないかなと思うんだけど、確かにね、色ついたハイライトの本当短いシーンは、見たことありますけど、でもそれはほんの短いシーンであって、で、と、あの、鎌本さんの得点シーンの、白黒のシーンは、たくさん見ますけど。例えばね、サッカー関係じゃないけど、
ファンの人だけど、僕よりも何歳か年上の人が、に声かけて見たいっていうので、まあ、その人は早稲田出身なんでね。はい。で、神戸に行って、時々、ね、お茶じゃなくて、お茶系を飲んでた人だけどさ。で、その先輩を大鳥で出たんだけど、面白いところに気がつくんでね、サッカーやってた人ではないからね、サッカーは好きで、ビートのサポーターではあるけど、試合中に、玉本さんがね、ちょっとしたファールした時に、レフリーにちょっと詰められてね、注意を受けるわけですよ。はいはい。その時、玉本さんが、こうやって90度のお辞儀をして謝ったんです。怖いです。そう。で、そういうシーンなんて全然僕ら記憶もなかったし、それをフルタイムで90分全部カラーで NHK が、まあ見つけた、NHK 見つけたのか、メキシコから見つけてきたのかちょっと思い出せないけど、それを見た時に、そういうことに注目する人もいるわけですよね。はい。面白いですね、それね。だから、その、今、その、YouTube なんかでも昔の映像もいっぱい見れることができるようになりましたけど、普段感じないようなことをこうやって、ああいうところでうまくやってるなとか、あ、素晴らしいなとか、そういうものが、例えば昨日の会見が大した時間数ではなかったかもしれないけど、まあ、質問の内容はどうであれ、やっぱりそこで、酒井宏樹選手っていう人の人となりとっていうのは、まあ、多くの人が感じたものはあったんじゃないのかなっていうことで、レッドはちょっとローカル的なもので絞った会見だったと思うんだけど、それを配信したってことが、まあ、成功の人だと思うんだけど、それも良かったかなって気ますし。そうですね。やっぱり、会見っていうのは、これまではクローズド、限られた人しかが見れないっていう状況だったんですけど、特に、ああやってオープンな形になりますと、どこの誰がどんな質問をしたなんていうことまで分かりますから、まあ、それに対して臆することは僕はないですけど、悪い意味じゃなくて、緊張感のある会見に今後なっていくのかなと思います。まあ、これはちょっと外れた話をしますけど、これは皆さんにね、これ僕はライターとして、ジャーナリストとして、こう、みんなに、こう、会見を見るときのちょっと楽しみを言うんですけど、やたら自分との関係性を強くする場合ってあるんですよ。それは悪いことばっかりではないんですけど、自分は、その選手とすごく親しいよっていうことを、周りの人間に対してアピールする人っているんですよ。で、これは悪いこと、さっき何回も言いますけど、悪いことばっかりではないんですけど、時にして、それは、すごく場の雰囲気を壊します。はい。なので、どんなに親しい選手がいても、選手に対しては、何々選手と僕なんかは言うようにします。ね、もちろん、場が砕けてきたり、フランクな状況になった時には、じゃあ強いてこういうふうに言わせてもらうよ、みたいなことは言わせてもらえます、みたいなことを。例えば、岡野、正幸さんと僕の関係とか。ね、例えば今、岡野 GM、ガイナレットというの岡野 GM、ね、あるいは、元浦和レッズの岡野さん、ね、そういう言い方で話をしてもいいんだけど、まあ、彼の方も嫌がるので、じゃあ、いつも通りに言うよ。じゃあ、俺、岡っていつもと同じに言うよっていうふうに、することで非常にこう気持ちよくなるんですけど、昨日も、まあ、どっかの記者の人が言ってたんですけど、下の名前だけで呼ぶとか、いつどこで会ったとか、それは他の人どうでもいい情報であって、ね、そういう、まあ僕ははっきり言ってます。セニョールが言葉としてはっきり言ってくれてよかったな。それは別にその会見じゃないんですけど、僕はいつもセニョール同じ風に思うんですよ。僕サッカーにね、やっぱりこう、いろんな意味で食べさせてもらってますから、感謝してます。うん。それしかないです、本当に。で、食い物にしたいなと思うんですけど、感謝の方が埋まっちゃうんで、無理ですね。でも、世の中にはサッカー食い物にしたいと思う人いっぱいいるんで。で、それは、
まあ、記者と選手、記者と作家、あるいはクラブとサポーター。で、僕は YouTube をやってるんで、まあ、YouTuber とリスナーっていう関係であっても同じで、僕はすごく同じだと思ってるんですよ。リスナーの人を食い物にしようと思ったらやっぱうまくいかないんで。うん。やっぱ皆さんが、例えば、秋吉さんがこうやって言ってくれる、野助さんが毎日来てくれる、ね、駒場さんが応援してくれる、メアリーが来てくれるとか、こう、皆さんがいて成り立ってて、当然ここに発言しない人もいるわけなんで、そういう人に対してどうやって話ができるかな、思ってるんですけど、皆さんにね、こうちょっと僕話長くなってるようだけど、記者会見がこれからオープンになっていけば、どこの誰がどんなことを聞いてるかが分かるようになるので、ぜひ注目してください。誰が本物で誰が本物じゃないか分かるし、もちろん世の中にいっぱい記事が出てるからいい記者とは限らないってことも分かりますんで、営業はうまいかもしれないけどね。じゃあ行きましょうか、次に。あ、稲垣さんから来てます。お友達。セニョールの記憶力の凄さにはいつも感心してしまうと。今日ね、この稲垣さんのちょっとペートリック見てたら、ね、僕は同い年だけど、埼玉市の方が対応が早いので、コロナの接種を来月受けられるのが決まったそうですよ。あ、稲垣さん。あ、そうなんですね。春日部はまだ何の連絡もないんだけどね。ああ。何にもない、僕のとこまだ。まあ、ほら、それは、人口とかでさ、自治体の強さとかそういうのが当然あるわけだから、だから、そういう意味では、やっぱり埼玉っていうのは、やっぱりサッカーがね、うん、あるだけじゃなくて、うなぎがあるだけじゃなくて、やっぱり進んでるところなんだというふうに、自信持っていいんじゃないか、そういうところに酒井宏樹選手が来てくれたっていうのは、ましてこれからアレクサンダー・ショルツも来るわけだし、はい、ましてこれからヨシティが話したいもん内容だと思うけど、まあ秋元にしても小泉にしてもユンカにしても、まああるいは下から育ってきたライオンにしても、僕のね、神戸時代に付き合ってた記者が関西にいるんだけど、この間電話もらってね、そのルヴァンカップでイニエスタのフリーキックを決められた浦和のゴールポストに、もし鈴木選手がいたらどういう反応したかなっていうのを興味があったと、まあ時々電話で話してるんだけど、まあ実際試合をしょっちゅういろんなの見てる人だから、まあよっちとね年齢は同じぐらいの人なんだけど、まあ本当は関東の人間なんだけどね、もうちょっと仕事で、まあ、ずっと行って、まあある会社の社長にもなっちゃってるんでしょうがないんだけど、まあそういう意味では鈴木ザイオンだっけ、はい、その存在っていうのは彼も認めてくれてね、認めてくれてって僕はそういう言い方言ったらおかしいね、彼も認めていて、だから、そういう想像をするんですよ。そういうさ、妄想かもしれないけど、想像っていうか、記者の人たちがね、メディアの人たちがね、例えば、高井宏樹選手に、例えば、もしかしたら、点取れるかもしれませんよね、っていうような具体的な質問をしたらね、いやー、マルセイの時でも、少し取れたけど、このチームだったらもっと取れるかもしれないなっていうような答えをね、もし引き出したら、会見を見てた人、で、それが活字になって、世間に広がったら、酒井宏樹選手っていう、もう、ポテンシャルとかもそういうことじゃなくて、人物像とか人柄とかそういうのも含めて、違った形で流れていくと思うんですよね。で、もう一つは、ああいうふうな経験というのは当然、まあ通訳を書いても、もう監督とか、で他の選手はみんな、なんとなく耳に入ってくるわけだから、やっぱし、ヨシも言ってる通り、やっぱし西大吾選手、大吾君とか言ってるけど、西さんとか、通良さんとか、ちゃんとリスペクトした
言い方をしていて、だからちょっとネットで見てたら阿部勇樹選手とその練習場でちょっと顔合わせた写真が載ってたの見たら、考えたら強烈に、まあ僕レッドの中で一番今能力あるのは阿部勇樹選手だと思ってるんだよね、キャリアからしてもね。でそれがヨーロッパで一番と言ってもいいぐらいキャリアを積んできた酒井宏樹選手と2人のツーショットっていうのは、これはもしかしたらジェフのサポーターまで引きずり込んじゃうのかなと思いました。本当ですね。ジェフの阿部勇樹っていうのは、まあ、浦和レッズを今代表する選手の一人ではありますけど、そのジェフ千葉のね、ジェフ市原千葉のね、アイコンである選手とでもあるわけですよ、正直なところ。16歳でプロになって、ね、その2人のツーショット僕も見ましたけど、非常にこう思うところありますよね。秋吉さん、理想と現実の違いはあるけど、クラブと監督や選手、ファン、サポーターが一体にならないと本当に強いチームはできないと思います。もう一個忘れてるかな、付け加えようかな。街だね、街。いや、もう一つありますよ。うん、さらにもう一つ。スポンサーです。ああ、そこは大事だね、本当に。さすが。お金がないと何もできませんよ。うん、そうですね。スポンサー、そして、まあ、パトロンだよね。ヨーロッパでいうところね。日本ではどうもね、パトロンというといい言葉で使われないんですけど、大切なですよね。日本で言うとさ、ごく一部の男性だけがパトロンになりうるだけで、うん、本当の意味でのパトロンっていうのと、ね、やった理解のされ方をされてしまってるからね。はい。本来はね、文化芸術に対して、まあ、施しを与える方っていうことですよね。その発展に対してっていうのがすごく大事な、すごいいい意味で使われるんですけれど。そう、言い方は悪いかもしれないけど、ちょっと違うけど、相撲、大相撲の谷町。谷町。うん。谷町ですよね。うん。また固まっちゃった。また固まっちゃった。また固まっちゃった。今日は。例えが良くないけど、パトロンっていうのは、日本の伝統的なプロの大相撲の世界で言えば谷町ですよね。はい、谷町っていうのはお金出す一方だからね。本当ですよね。でパトロンっていうのは、スポンサーっていうのはお金を出す一方だけど、その見返りっていうのは、どれだけいい成績を残してくれた、いい仕事をしてくれた、でそれがいいイメージアップになっていった、でそれによって売れていくものが、どんどん広がっていくわけだから、そういう意味ではギブアンドテイクだけど、まあ、投資相愛なわけです、そういう意味ではね。はい。だから、何十億、何億とか何十億とかも、ま、その、スポーツマテリアルのメーカーなんか、10年間で500億ぐらい平気で出すわけですよ。うん、500億稼ぐのに、例えばトレーニングやな、どのくらいなのかななんて、バカなこと考えた時もあったけどさ。もうね、そういう規模で考えちゃダメなんだよね。いや、でもね、あれですよ。まあ、こんな話もした方がいいかなと思うんですけど、この前のだから夜です。まさに。ハーフタイムにね、ハーフタイムに、まあ、トイレに行こうと思ったんですよ。で、トイレに行こうと思って、まあ今入場制限があるんで、人数も少ないんですよね。トイレの周りとかでも。で、その物販ブースはあったんですよ。グッズを売ってる。で、まあ、レッツだったら、今、マルちゃんとか担当でいるんで、ああ、なんて挨拶しながらね。でも、そうしたらね、ユンカー選手と、もう一人誰だったかな、のユニフォーム、あと1枚です、みたいに言ったんですよ。ユニフォームはやっぱ高いじゃないですか、1万から超えるわけですから。ああ、あと1枚ですって言ってるなと思って、僕、トイレ帰ってきたら、その瞬間にユンカー選手のユニフォーム売れてるわけですよ。そうだよねって。今、あんな活躍した選手いたら、買いたくなっちゃうよねみたいなね。
いや、だからまあでも売れるんだなっていうのを実感して、俺はもうファン心理としたらそうなんだなっていうのをスタジアムに行って感じることはあんまないんですけど、今人数が少ないからすごい感じてて、でもそう考えたらね、その積み重ねで周りの人みんなユニフォーム着てて、年間どれくらい売れんのかなったら、そりゃ日本のねレベルであってもお金は出すよね。うん、あの浦和レッズさん、鹿島アントラーズさん、サムレッチ広島さんが、まあ、ナイキがそのメーカーさんですけど、まあ分かんなくはないよね。その中でもね、軸となりますよ、浦和レッズは。浦和レッズがナイキを話したくないのか、ナイキが浦和レッズを話したくないのか、それは皆さんが考えてもらって、ね。まあ、そんなことですね。すみません。申し訳ないです。話。稲垣さん。駒場時代でレッズのサポーターを卒業したけど、再びサポーターに戻ってもいいかなと思えるチームになってきたと思うと。いや、そろそろね、こう本題に対しての振りが素晴らしいです。これね、今もう前半戦にこれだけ使っちゃいましたけど、聞きたいです、やっぱり。じゃあ、酒井宏樹選手、そう。キャスパー・ユンカーもそう。アレキサンダー・ショルツもそう、西大吾もそう、ね、秋元もそう、小泉に関しては、これは、あれですよ、ちょっと僕が小耳に挟んだところですけど、2年がかりだったらしいですよ。ですから、今の体制前からもしかしたら声をかけてますね。はい。ということなんですが、昨日、酒井宏樹選手の会見に続きまして、西野勤テクニカルディレクターの、まあ、を囲む会見がございました。こちらの方もご覧になっていただきましたでしょうか。見ましたよ。はい。第一印象は。まあ、彼は、国立大学出身の初めての J リーガーだったっていうことだけは覚えてたんですけどね。神戸大学。うん。で、もちろん彼とレッズで一緒にいたわけですけど、まあ、僕はもうしょっちゅう海外飛んでたから、彼と長い時間話すことなんかほとんどなかったけど、ただ、僕がビートルにいたときに、ビッテルの会長、まあ、オーナーは皆さん知ってる三木谷博さんですけど、三木谷博さんのお父さんが三木谷良一さんという方で、残念ながら数年前亡くなったんですけど、で、三木谷良一さんは神戸大学なんだと今のね。で、フルブライト奨学生って先行初めてアメリカの大学とか、日本の青年をハーバード大学に留学させるっていう、そういうフルブライト基金っていうのがあって、三木谷良一さんは、その第一号でハーバード大学行った、ものすごいエリートなんですよ。おー。つまり、東大や京都大学や他の大学の人もみんな、推薦を受けようとしたけど、三木谷良一さん、まあ僕は三木谷パパって言ってたんですけどね。うん、で、三木谷パパは、良一さんと奥さん、節子さんって言うんですけど、まあ、三木谷博さんのお母さんですよ。実は二人は大学の同級生なんですよ。あ、そうなんですか。おー。で、まあ、マドンナだったらしいんですけど、実は僕がビートルに悟られて行った時に、もう三木谷家にしょっちゅう呼ばれて食事ごちそうになったり泊まったりもしたことあるんですけど、僕は息子みたいに可愛がってくださったんですよ。うん、おっしゃってましたね。うんうん、で、その三木谷さんから、三木谷良一さんから、今度浦和レッズと神戸で試合があるけど、西野君は来るのかなって。おお。つまり、大学の後輩が初めての J リーガーになった西野勤氏に、セニョールちょっと、入るかどうか聞いてって言われたんですよ。おで、
西の父に話したら、全然 OK ですよ、つって。まあ、神戸の人はみんなしてるけど、神戸で一番ね、高級なレストランって言い方は良くないけど、高級な場所って言ったら、外人記者クラブっていうか、外人記者クラブじゃない、外人なんとかクラブっていうのがあって、外国人、ちょっと山の手っていう言い方もこっちが山の方にあるんだけど、もう、一般の人は入れないんですよ。もう、本当にVIPしか入れないんですよ。そこに、まあ僕はそこにいろんな機会があって、随分、その三木谷パパとも一緒に行ってるんだけど、三木谷パパとママが、西野さんを呼んでくださいって言って、西野氏は、もう、快諾してくれてね。で、僕含めて4人で、試合終わった後ね、試合を見て、そのレッズ戦を見て、で、4人でその、外国人クラブ行ったんです。ものすごく綺麗なところで、もう料理も、もうワインも最高にワインしか出てこないし、もう港が見えるし、山が見えるし。で、神戸クラブ。神戸なんとかクラブ。うん、で、うん、まあ西野氏も、三木谷夫妻も、もうしばらく3人は神戸大学じゃないですか。あ、はい。ね、奥さんも三木谷ママも神戸大学だから、まあ、ただ時代が違うから違う名称の名前だったらしいけど、全身だな。だけど、だからすごいなんか和気あいあいになって、でも、やっぱり、まあ、さっき坂井選手のところでも言ったけど、西野氏もすごい紳士なんですよ、人間的に。うんうん、で、三木谷パパも結構背高いんですよ。はい。180はないけど。で、うん、西野氏は186じゃないですか。はい。三木谷パパ、ママは僕より背が低いから、まあ、その辺は僕いいんだけど、だけど、だから、立った話してても二人は、なんかいい先輩後輩の関係のように見えたし、で、三木谷パパは、まあ、サッカー、剣道はやってた人なんだけど、サッカーの分析がすごいいいんですよ。おお。マンチェスターユナイテッドのファンの人と知り合いだとかね。もちろん映画も全然問題ないのでね。ママも問題ないのでね。だからそういった意味では、いい雰囲気だったんだけど、それが多分10年ちょっと前に、西野氏と会った最後だったような気がするんですよね。もうその後もいろいろたくましく、で、リバプールにも、大学にも留学していたはずだから、もちろん語学の方は問題ないし、で、西野氏の方が僕より優れてる点の、語学に関して優れてる点は、関西弁は僕は学べなかったけど、彼はネイティブだからね。なるほどね。外国語に関して。うん、それは言うのはジョークなんだけど、だというふうな、で、彼はもともとセンターバックだったじゃないですか。はい。だからセンターバックっていうのは、やっぱり姿勢を正して、周りを見るっていう、そういうことっていうのは要求されるわけですよね。うん、で、そこに、トカリっていうのも、あいつもセンターバックだった。あ、バックですね。で、土田はゴールキーパー。ゴールキーパー。いや、これ三角形がね、今の強化部の中で、今機能していて、そのところで、多分、西野氏がテクニカルダイレクターとして、まあ、海外との交渉に関しては、昔僕やってたようなことを、いい意味でやれてんじゃないのかな。うん、ある質問が飛んだときに、その、ユンカにしても、酒井宏樹選手にしても、いつ頃かとか、どういうルートでとか、バカな質問するじゃないですか。そんな質問されて、はい、そうそう、こういう人とね、一つ一応話してね、この人とも話してないと、そんなバカな答えする人なんか世の中で一人もいませんよね。そうですね。ああいう質問がはっきり言って、もうナンセンス以下なんだけど、そういうふうな、機密的なところっていうのは、質問しても意味がないんだってことをまず知らなきゃダメですよね、メディアの人はね。それと同時に、西野氏は、もう、うまーくね、
なんか、現役時代よりもプレーが上手くなったんじゃないかなって。そうですね。で、相手を黙らせる、それも別に相手をこう、下に見て、マウントを取って別にこう黙らせるんじゃなくて、とりあえずもうこれ言っとく、言ったらもう相手黙るしかないっていう話をしましたよね。レターを出したの、紹介したのはいつくらいですよって、それも遠い話をして、これすごい大事なんですよね。近い話からしない、遠い話からして。マルセイ、今回はマルセイにしました。キャンプの時、帰った時か、ちょっと詳しいことは忘れましたけどっていうのを、あれも僕はいい受け答えだなと思ったし。でもまあ、いずれにせよ今回はチームケーブルだったんですよっていう、それでいいじゃないですか。もう、むしろそういうんだったら、まあ、代理人ケーブルなんですか、のチームケーブルだったんですか、くらいのこと話はいいと思うんですね。向こうからね、話が出てきた話です。いいですか？西野テクニカルダイレクターが、いつからアプローチしたんですかっていう質問に、合宿のところキャンプやってたから、まあ、いつだったか詳しく覚えてないんだけどって、覚えてないわけないじゃないですか。はい、そうなんだ。もうその時点でこの質問はノーですよ。ねえ。だからこれは聞いちゃいけないことだから。だから当然思うわけですよ。バカだなって、僕らは。でそこに、だから、聞きますかって話ですね。聞きますかって話。聞かないでしょって僕らがって。ええ。またなんかね、愚痴じゃないですよ、皆さん。エレベーターで会った時にって言った人がいましたけれど。まあ、びっくりなんですけどね。じゃあ僕も強いて言っておきましょうか。それは悪い意味じゃなくて言いましょうっていうのは。僕はね、西野つとむさんじゃなくて、戸狩淳さん、エレベーターになった時に、高一、まあ僕は僕の方が年が一つ下で、地元の先輩でありますから、戸狩さんは。逆に地元の後輩なんで、まあ、高一と、僕の方が呼ばれて。一つ言っとくけど、はい。戸狩先生っていうのは、戸狩淳のお父さんだけど。お父さん。あの人は僕の先輩ですからね。あ、そうです。時は中学の。あ、そうなんです。僕は俺。いい人ですよ。いい人ですよ。優れた人だったんで。まあ、それはちょっと余談だけどね。で、その、まあ、戸狩さんと会った時に、高一って言われたのは、全く同じことを、教科部としては、まあ、昨日言ってましたけれど、まあ、批判があるのはもう当然だって、そういうものを受け入れて、それをまあ、プラスに変えていくよって話してましたけど、彼らの中で話がうまく、僕はたまたま、その、戸狩さんとそういう話をした時があったんで、非常にこの教科部の中では、そういうことっていうのは、共有されてるんだなっていうのは分かりましたけど、非常に限られた密室空間で自分だけが友達をみたいな聞き方をするのは、まあ、本当良くないよねって話でね。いろんな人が見てるのに自分をこう下げちゃうようなことを言うと、一番言うのはね、困るのはね、スポーツの記者はみんなそうだと思われるのが嫌なんです、ね。マスコミはとかってね、マスゴミはなんて言われるんですけど、よくそういうところで皆さん判断してもらったらいいと思うんです。で、まあすいません。話、あれ、なっちゃったんですけど、西野つとむ氏の、まあ、じゃあ彼が、話に答えてないかっていうと、全くそんなことはなくて、まさに、真摯に、そして真摯に答えて、まあ途中、彼の方は、ちょっと、笑っちゃったところがあったと思うんですよ。だそれは僕、同じで、そんなこと聞くなよって話だと思うんですけど、でも、ちゃんと答えてもらってて。まあ、一番ね、くだらないことを聞いた人がいたけど、まあ、予算と選手獲得って、まあ、それはさ、はっきり言ってさ、よし、今、財布の中いくら入ってる？俺、自分の財布の中こんだけ入ってる。じゃあ、下で飯食いに行こうって言ったときに、二人合わせてこんだけしかないなら、あの店は無理だな。
この店だったらいいなって、そういうもんじゃないですか。ちっちゃな世界で考えれば。でしょ、はい、2人もっと、2人合わせて1万円しかなかったらさ、2万円、3万円する店には行けないじゃないですか。2人がさ、5万ずつ持ってても、30万の店には行けないのは当たり前の話じゃないですか。はい、でそんなのは、今、西野テクニカルダイレクターがずっと毎日のようにやってるわけだけど、僕もそれをやってきたわけだけど、今までね。もう、親分、つまり社長からね、あるいはオーナーから、予算こんだけでよって言ったら、その中で収めるしかないわけですよ。そしたら、本当は大トロ食べたいんだけど、これは大トロまで行かないのっていう話になるじゃないですか。そうなったら、どのネタにする、どれをにするかなっていうのは、リストアップしていくのはもう当たり前じゃないですか。それをいつからリストアップするかっていうのはもう、そんなのもう、早ければ早いほどいいんですよ。ネタは新鮮な方がいいんだよね、本当に。ネタは新鮮な方がいいんだけど、選手がやっぱり成熟していくから、だから、はっきり言ってヨーロッパとか南米、アフリカもそうだけど、僕もそういうことやってたけど、選手なんか、二十歳の選手なんかもう見つけようと しませんよ。はっきり言って10代ですよ。もう、今のヨシのとこの息子さんみたいな、その年齢でも遅いぐらいなんですよ。うん。で、そういう年齢からもう追っていくんですよ。で、ちゃんと成長してってるかなっていうのを見てって、どっかで声をかけるわけですよ。今、フィーパーのね、18歳未満っていうのがあるから、簡単に今は取れないけど、僕もそうやって、もう、それこそ、13歳ぐらいの少年に、ツバはつけなかったけど、日本語勉強してこいよと、そういう話をある外国人にやったことあるけどね。だって、セニョール、それはやっぱりね、世界はもっと小さくなっちゃうけど、僕はやっぱり高校の、ね、その担当、募集担当をしてましたから、始まったのは高校からじゃないですからね、その子が小学校でどうしてるのかを見て追っていって、でこの子だったら声かけようって言って全く同じことしてるんですから、だから別に勉強してきてくれよって話じゃないけど、もっとこう西野人虫の深いところを出せたらいいなとかってやっぱ思いますよね。だからやっぱ答えようと思わなかった、ね、あの回答になってこと思わなかった、要するに答えるレベルの質問をしてくれる人たちが集まってないんだなって彼は感じたと思うんですね。うん、で、まあ、でも見えますからね、彼の方からすると、今日、いるメンツは見えるんで、こいつは質問してこないなっていうのは見られるわけですよ。そうなの？いや、見えますね。だから、川野さんはいるし、僕もいるしとかっていうのさ、メールですね、決まってるんですね。あ、だから、つまり、あれですよ。ちょっと質問1個だけ読んでますね、西野テクニカルダイレクターが就任してから浦和はクラブとして経営能力が格段に高まったような感じがします。まあ、これはちょっと後で意見が多分あると思うんで、秋吉さんに答えてもらおうかなと思うんですけど、ちょっと関係があることなんで、なんですけど、この前のヴィッセル戦が終わった後に僕は初めて話したんですけれど、あ、今日このタイミング、難なく話そうと思ったタイミングで、いらっしゃったんで、ご挨拶、名刺の交換もさせてもらって、その後、結構長く話したんですけど。誰と？立花社長と。ああ、立花氏ね。僕も昔から親しかったんです。いや、もちろんその話の中で、立花さんと話をして、立花さん、はじめましてって言ったら、いやいや、吉田さん、当然存じてますよって言っていただいて、あ、そうなんですかって、話をするのは多分初めてだと思いますっていう話をしてから、いや、もうずっと前から知ってますよっていう話で、ありがとうございます。いや、そうなったら、いや、僕の方も立花さんのことは存じてますっていう話で、最近はよく立花さんの話をすることがありますと。セニョールとって言って。で、
最初はやっぱりミスターと間違えるわけですよ。ミスターとっていうか、あ、ミスターじゃないです。セニョールとって言って。ミスターとは最近喋ってないですって。彼は彼で忙しくしてると思うし、あの J リーグの仕事はあるから。セニョールとったらびっくりしてて、え、セニョールと、いや、僕の YouTube にセニョール、手伝って出てくれてるんですよって話をしたら、もう止まらなくなりましたね。楽しそうだったですよ。で、よろしく言っときますっていう話をして、よろしくお伝えくださいっての。まあ当然、彼はクラブの長なんで、僕とね、長くそんな話してることもどうなのかなと思ったんですけど、非常に立花社長に時間を取ってもらって、で、言葉としては、立花さんすごく今期待してますと。僕こんな気持ちになったのは本当に久しぶりなんですよって言って、いうエールを送ったら、もっと行きますっていう、立花社長からすごく前向きな言葉を聞いたの初めてですよ。勝った後で進出決めたとったっていうのはありますけど、でも、セニョールにもくれぐれもよろしくということ。あ、そう。はい。まあ、僕の方が年上だけど、まあ、彼、三菱重工サッカー部の時に、三菱自動車じゃなくて、その時代からの付き合いなんだけど、まあ、性格的にいい人なのでね、もちろん能力もある人なんだけど、だから今、三菱重工をバックにして、さっきのスポンサーではないけど、今もう、前にも言ったけど、J リーグも、女子のプロリーグも、ちょっと逆行したっていう言い方は間違ってるかもしれないんだけど、やっぱりスポンサーっていうのが一番重要なね、資金源だから、世界中がそこでみんな苦労してるから、ヨーロッパのクラブなんか、アラブの大パってみんな買い取られちゃってるわけですよ。で、日本はそういうところではまだないから、三菱重工が、日本サッカーリーグ時代の時は僕ら読売クラブは貧弱なクラブだったから、このやろうと思ってたけど、今思うには、そういうふうに財政をきちっと用意してくれるところがスポンサーであるってことでね。だって女子リーグなんか、三菱重工、浦和レッズ、レディスってなってるじゃないですか。三菱重工ってなってるんです。で、世界中でも、ザルツブルグだとか、ライプツキだとかね、ブラジルでもそうだけど、レッドブルって名前がついちゃって、それでクラブ登録してるところあるわけですよ。今、コロナ禍だから、なおさら、ゲート収入、つまり入場料収入が入ってきてる。稼げない。といった中で、立ち話もすごく苦労してるっていうのは、もう直接は連絡だけなんかもわかんないから、連絡もしない。どっかで、タイトル取ったらね、おめでとうっていうような連絡をね、したいなっていうような期待は、持ってるんですよ。で、僕にとっては、僕はもともと読売の人間だから、三菱系ではないんだけど、まあ、レッツにはもちろん長年お世話になったけど、その中で、立花の社長も、戸狩純氏も、辻田ゴールキーパー上がりの、もう彼も、みんな三菱重工、三菱自動車でプレイしてた三菱系なんだけど、西野つとむ氏は、神戸大学から入ってきたときは、もう、まあ、三菱自動車フットボールクラブであったけどね、会社名は。うん、彼は三菱関係なく、すぐ J リーグでプロになった。ってことは、どっちかっていうと、前者の3人とはちょっと違う歩みをしてるわけですよ、うん。で、イングランドに留学もしてるし、だから、なんていうのかな、文武両道っていうのかな。そういうようなことをやってる人間の一人だと思うのと、誰しも、ここまで、レッツが5月から6月にかけて負けないチームになっているとは思わなかったと思うんですよね。でも、それは現実起こってるわけですよ。それは、西のテクニカルダイレクターだけのことではないんだけど、それこそさっき強化という一つのチームね。チームって言い方おかしいの。本当はね、デパートメント取ってるんだけどさ。
まあ、そういうふうな組織が、で、昨日、西野テクニカルダイレクターのコメントの中で、いい言葉を、クラブ全体がその目標をしっかり持っていて、要は、タイトルを取ること、ACL 出ること、クラブワールドカップで同行することっていうのをビジョンとして持ってることをします。できます。やりますって言ったんですからね。これはね、選手に対しても、監督、コーチングスタッフに対しても、ましてや、サポーターファンに対しても、すごいいいね、コメントなんですよ。今のね、僕は政治家っていないと思ってる、ね、政治家ってしか言ってないんだけど、政治家は政治をするただの、要するにプロなんだけど、もう答弁なんかいい加減なわけですよね。でも、やりますって言ってやったやつは一人もいないわけですよ。政治家って。政治家って。でも、西野のテクニカルダイレクターが昨日言ったのは、結構、毅然として言ったでしょ。そうですね。あの時感じたのは、もういい加減ね、くだらない質問なんかしないでくれよと。俺が今はっきり言うから、これで記事まとめてくれよっていう、そういうふうな気持ちだったんじゃないのかなって。正直思ったんですよ、あの時。そうですね。ここですね。J1 リーグの優勝はしたいと思ってますし、必ずしないといけないと思っていますし、できると思っています。その先は、J リーグの連覇や ACL の優勝、その先には、その時、どういうフォーマットになっているかはわかりませんが、クラブワールドカップという舞台があります。ね、浦和レッズに課せられた責任は、日本のトップクラスであること、イコールアジアのトップクラスであることだと思っています。そういった視点を持てば、例えば酒井選手の補強も、J リーグにはもったいのないのではないかという声聞こえてきますが、そうではないんです。と、アジアを見ています。世界を見ています。というところでは、彼くらいの選手は、古代自身のね、一人いるだけではもしかしたら十分ではないという世界が、3年後、5年後にあるかもしれません。そういった視点で考えたい。みんなそういう絵を描いて夢を見たいと思っています。ね、で、J リーグの話もこういう、その後しましたよね。ここも付け加えて言った方がいいかなと思うんですけど。J リーグも2030年には、世界のビッグファイブと、にするリーグになるという2030フットボールビジョンを掲げています。だとすれば、J リーグのトップはアジアのトップであるべき浦和レッズはヨーロッパのビッグファイブのクラブと名実ともに肩を並べるようなクラブになっていなければいけないかもしれないですし、なっていたいと思います。先の話なのでぼんやりとしていますが、そういったところを見ながらまずは今年やるべきことをやり、必ず目標を達成して来年以降につなげていきたいと思います。これ ACL を取るっていう高らかな宣言なんですよね。出場権を取るっていうね。なので、ここ、セニョール。これね、いい意味で、先週の予想が外れました。これはいい意味ですよ。ね、これは、僕らが毎週やっぱ楽しくなる一つですけど、リカルド・ロドリゲス、キャスパー・ユンカーも小泉洋雄も、思いっきり試合に天皇杯も使い、ルヴァンカップも使いと。いい意味でまた予想を覆されたなと。いやー、つまり、天皇杯は絶対落とさない。ええ。まあ、ノックアウト方式ですから、負けたらおしまいなんで。それは僕から、ロドリゲスじゃないから、彼の言葉を使うことはしない、できませんけど、天皇杯というのは ACL 出場のもう一つのチャンスですからね。そうですね、本当に。で、彼の良さっていうのは僕もすごい評価していいと思ってるんですけど、今登録してる選手全員がね、役に立つと彼は持ってくれてるはずなんですよ。だから、大久保っていうね、ベリディ育ちで。彼もやっと天皇杯で
スタメンで出場し、結構いいプレーをしたように思えたし、つまり、親鳥の話前にしたけど、バカなと表現しちゃったなって今では反省してるんだけど、ちゃんと賢い親鳥は、全子ガモに目が行ってるんですよね。そうすると、外れそうになった選手をちゃんと元に戻して、リーダーみたいに試合に送るんですよ。こうやってね。こうやってね。口走りですよね。ね、もう一つ、彼の良さは、絶対選手のことをけなさないんですよね。ああ、そうですね。あの、例えば、ビッツルに攻め込まれた時間帯はいっぱいあったし、守備は若干乱れた部分もあるんだけど、そういったことはほとんど言わないんです。まだ課題はあるかもしれないけれど、だけどみんなよくやってくれてるっていうふうな言い方をするんですよ。で、この辺はね、戻っちゃうかもしれないけど、ニーズのテクニカルダイレクターと、その、ロドリゼス監督がどの言語で話してるかわかんないけど、ロドリゼスが英語どの程度わかるかわかんないんだけど、まあある程度わかると思うんですよ。で、西野 TD はスペイン語わかんないと思うんですよね。僕たちだからね、その辺はね。で、でも、なんかコミュニケーションっていうのを二人うまく使ってるんですよね。で、コミュニケーションっていうのは一番大事なことなんですよ。あの、昔ね、僕の悪友のハンスオフトっていうのが代表監督の時にね、アイコンタクトって言葉流行らせたでしょ。ああ、そうですね、アイコンタクト。まあ、社会的に流行りましたね、その後ね。僕が言うんだよ。ん？固まっちゃって今。あの、日本にはもっと素晴らしい言葉があるんだよと。合うんですか？アイコンタクトじゃなくて。合うんですか？合うの呼吸ね。合うんですね。似てるっつけどね。アイコンタクトとアウンってね、なんかね。アイコンタクトっていうのは目と目があったっていうそこだけだけど、まあもちろん深い話はあるけど、アウンっていうのは目と目が合わなくても合うわけだからね。まああの、鈴木徳明ってね、あの時通訳してた僕も親しい彼だけど、はい、彼は別に間違ったことをしてるわけじゃないんだけど、だけど、まあそれはそれでアイコンタクトが流行ったこと自体は徳明のね、公的だと思うんだけどね。だけど、そういうような、その、あうんの呼吸までいかなくても、その、一つの部署っていうふうにさっきはよし言ったけど、そういう部署の中で、同じようなコンセンサスを得られていたら、アイ監督とアイコンタクトもできるし、あうんの呼吸も生まれてくるんですよ。そうすると、クラブ全体の中に生まれたって知ってたら、チームがこんだけ頑張ってんだから、営業の人たちは頑張って、グッズを売るだけじゃなくて、スポンサー見つけてくるとかね。うん、あるいは、スポンサーから寄ってくる可能性もあるわけですよ。うん。それ魅力的ですよね。だからそうなったら、あの、ものすごくクラブとしては、それこそ前進していくと思いますよ。だってこんだけファンサポーターの多いクラブ、間違いなく日本で1位。1位ですね。日本で1位なんだから、はい。で、世界でも注目されてるわけだから。うん、だからそういうふうなところで、もうやることは、とにかく勝ち続けること。もう負けることはあるかもしれないけど、とにかく成績をどんどん伸ばしていくこと。うん、それと、今の監督がすごくいいところっていうのは、もう若い選手もうまく使っていくでしょ。はい。で、その、疲労でも考えながらももちろん使ってるんだけど、決して、変えられて帰ってくるときに、なんだよっていうような感じの選手じゃなくて、よし、今日はここまでやったから、次の試合やろうぜっていうような気持ちをね、ハートに植え付けてるようなところあるような気がするんですよ、あの男はね。昨日配信で言ったんですけど、まあたまたま近くにね、駒場だといいんですよ。近くに選手が、あの、試合に出られなかった、登録がなかった選手が近くにいるんで、彼らの様子が見られるんですけど、あの、まあまず着てるものはね、ジャージ着て、みんなで揃いのジャージ着て、その辺のところも昔は、
登録なかったりすると私服でそのままだったりしたんですけど、まあ非常に統一感があるし、まあそれは監督が決めてるのか教科が決めてるのか知らないですけど、あとはね、こうやってみんな食い入るように見てましたよ。前はね、ごちゃごちゃ話しながらっていうのはあったんですけど、今そんなことしてられないんでしょうね、彼らね。目の前にあることをやっぱり目に植え付けとかないと、次の日の練習から戦えないんでしょうね。うん、とてもね、それを見れたのも、この前駒場に行って、久々に良かったかなって、思いましたね。うん、何か。よし、一つだけ、はい、そのサブのメンバーにも入らなかった程度ですが、同じジャーデーで揃って見てたっていう、はい、そういうシーンに関して、僕なりのインスピレーションだけど、それは監督の意向だと思いますよ。うん、で、監督が特に決めて、で、それが、フロントである教科部もそうなんだって認めて。それは監督の考えに従わなくてはいけない。そういう部分は、教科部は。ただ、教科部は、特に監督をコントロールすることも必要ですからね。うん。することを査定もしなくちゃいけないわけですけど。だけど、よちが、昨日感じ、おととい感じたっていうその部分に関して、ベンチ外の選手たちが、緊張感を持っているっていうのがね。はい、はい。つまり、昔っていうか昔じゃなくても、今でもそうかもしれないけど、ベンチ外になっちゃったら、俺なんか今日は関係ねえんだからって、風になっちゃったら、単なるお客さんじゃないですか。金の払わない。タチの悪いお客さんだよね。金払ってないんだからさ。っていうふうになっちゃうじゃん。なんか俺たちだね、本当に。いやいや、それはさ、メディアはメディアで、いや、メディアにもさ、そういうのがいるからさ。いやいや、それはね、遠くに受け答えるってことは、それだけ真面目にやってるっていう証拠だから、それ。いや、だってほら、ちょっと見てる人あれなんだけど、僕ほら、天皇杯はチケット買って行ったんですよ。年に何回かで。俺、チケット忘れちゃいましたからね。慌てて家に取りに帰れる距離でよかったなと思って。うん、あーって。チケット忘れちゃったって、普段チケット持たないんですけど、だってそういう生活してるから。うん、すいません、話の腰折っちゃいましたけど。いやいや、別に。ね、まあ、そういう意味で、90分の試合かもしれないけど、出てる選手、ベンチの選手に関して言えばね、で、ベンチ外の選手も、それ仕事なんだって。思わなきゃチームって強くならないんですよ。そうですね。それ、うん、スタジアムに例えばアウェーのゲームって、登録のメンバーが外れてっていう時に、今年印象的なのは西選手がね、それこそ SNS でこう自分のちょろちょろっと発信したりするのを見て、あ、まあね、外れて試合を見て、その試合を見てまたじっくり見てんなっていうのは、結構こう、ファンの人とか、まあ彼独特の表現をするから、ファンの人たちにもすごく評判になってましたけど、僕も面白いこと言う子だなと思って、見てますけど、まあ要は仕事だから当然なんだよねっていうのは、ね。でもその仕事の感覚がすごくこう、伝わってきて、もう一つ言うんだったら、この前ね、二人の選手がすごく僕は印象的に残ってて、秋元選手と、鈴木財音選手です、ね。時々こうやってね、彼らがいる方にこう見たんですけど、僕が勝手に、これはもう主観なんで、なんかね、すごく食い入るように見てたな。うん。食いるように見てたなと思って。まあ、その二人がまたね、その二人っていうか、まあ、ザイオン選手は、違うチームに行ってたんで、それはまあ、今回は出ないだろうなと思うんですけど、まあ、秋元選手にしろね、柴戸選手、武藤選手って言っても、これはもう、今のリカルド・ロドリゲス選手、監督のサッカーを
表現するのにやっぱり欠かせないパーツではあるじゃないですか。もう迷いなく外してきますね。見方を変えると、言い方変えるとっていう言い方の方がいいかもしれないけど、リカルド・ロドリゲス監督は選手を宝物のようなそういう扱い方をしているような印象を僕は持つんですよ。うん、だから疲労度がどれぐらいあるかなっていうことを見ながら使ったり使わなかったり、あるいはその吉井が時々発言している通り急にベンチ外になってしまうとかね。うん、でも全然リーグ戦出てなかった大久保選手を天皇杯で初戦で使っちゃうとか先発ですか、うん、先発ですからね。そうそう先発で、それね、博打でもなんでもないんだよ。あれね、選手のねマインドコントロールうまくやってるんですよ彼は。で、そういう意味ではこれからもっといいサッカーを、まあ確かにこの間のビートルの試合は結構守備が良かったりして、まあ100点満点で言うとそんな高いね合格点は得られないような内容かもしれないけど、だけど二十何人全員を使っていくシーズンの中でああいう試合は当然出てくるんですよ。みんな高校生や中学生で思い出せば、数学が95点取れたけど、英語も95点取れたけど、物理が30点だったとか、そういう時代っていうのは誰しも合うじゃないですか。で、そういうのはシーズン通したら当然あるんで、その中で、最後に、西野と TD が言ってたじゃん。途中で判断するのは、控えますと。終わった時に評価を、どうぞって彼言ったじゃないですか。すごい賢明だなと思って。まだ今、レースの途中ですからね。終わってもなんともないんですよ。今褒められても、それだけのことで、終わった時に、みんなが招待してくれたら、それがいいチームなんですよ。もしかしたら、リーグ終わったら、罵倒されてるかもしれないんですよ。結果次第ではね。それがね、いや、お金もらって工業やってるプロの世界なんです。アマチュアだったらそれはいらないんですよ。だそういう意味では、これからね、オリンピックで中断期間もでき、ますますもっと熱くなっていき、僕、この間の、まあ、ダイジェストでしか見てないけど、ヨンカ選手があんまりね、暑さにヘトヘトしてないなっていうのを感じたんだよね。うんうん。すごいね、エコ的にプレイしてるんですよ。もう頑張らない、走らなくちゃならないときは走るんだけど、そうじゃないときはね、ちゃんと休んでて、あの男。そこがまたね、だからこういうのも必要なんですよ、選手の能力として。うん、僕、前にも言ったじゃないですか。選手は、どんなスポーツでもそうだけど、最初はここ。二つ目がハート。最後がテクニックって。でも、あの男はテクニックもすごいからね。いや、すごいですね。まあ、チームが、まあ、前前進している。そこに、パーソナルが非常に光っている、輝いている。そういうチームを見るとワクワクするわけですけど、まさにその状況が今、浦和レッズになっている。新しく、シーズン途中に加わったっていうことで、なおさらなんですけど、まあ、現在リーグ5試合で5ゴール。天皇杯もルヴァンカップもゴールを決める。まあ、大車輪、獅子奮迅の大活躍と。うん。で、珍しいですよね。こんなにピッとし、アジェスト早い選手ってね。本当、珍しいですね。で、まあこれもバカな質問だったんですけどね、北欧からどうして取ったんですか、いや偶然ですってすぐ返されてましたけど、あの新しい選手としてアレキサンダー・ショルツ選手も加わると。まあ酒井選手に関しては、まあ、オリンピックの結果次第なので、できるだけ早く加わってしまえばオリンピックはうまくいかなかったっていうことでしょうし、
できればね、金メダル取ってってあれなんですけど、本人も休みはそんなに長くいらないんでっていうふうに言っていたので。それはね、確かにバカないと思うんで、許可っていうか、それで考えていくと、こういう表現をしたら、メディアの人に失礼かもしれないけど、ファンの人は喜ぶかもしれないんだけど、別所の場でね、ツリート垂れたって、船から口元しか取れないんですよ。そうですね、手長指とね。それはあるから。ところが、太平洋に出たら、どれだけの種類の魚がいるか、そういうものを見て、その中から自分の欲しいものをね、選んでいくっていうのは時間はかかるんですけどね。そうなった時に、北欧だとかアフリカだとかね、南米だとか関係ないんですよ。ねえ。でしょ？そうね。俺はそう思うからね、あるんで、ああ、そんなこと聞かなきゃいいのになと思うだけなんですけど。まあ、こういうふうに言えば、その記者、こういうふうにしてもいいと。西野さん、もしかしたら、デンマーク人の愛人かなんかいるんですかって。ああ、面白いですよね。少し後で叱られる。そうしたら、西野答えますよ。あ、デンマーク人じゃないんだけど、スウェーデン人の愛人がいます。まあ、こういうジョークが言えるような体験じゃないとね。そうですね。本当に。で、それはね、この前のユンカー選手が、まあ、定期的な会見の時にね、ショルツ選手と話したかみたいなことして、話してないっていうんで、もうそれがいかに、違うところで行われていることかっていうことは、伺い知れるじゃないですか。ね。あともう一個ね、これがあれだったですね。これはね、なるほどと思ったんですけど、トーマス・デン選手の話ですね。まあ、要はオリンピック代表の話になったときに、西野 TD は、いや、そんなことないと。自分に怪我で外れたけど、選ばれる。た多分あれはもう僕の考えではもう選ばれますよって言ってるんだと思うんです。そりゃそうですね。他の人よりも彼はチームに加わるにあたってもう日本にいるから問題がまあ一番ない選手ですし、コンディションもそこで整えられていて、僕からするとまあ選ぶ選手でしょう。まあもちろんオリンピック代表でキャプテンをやってる男ですから、まあ選ばないことはないだろうなと。はい、オリンピック代表は、FIFA ルール的には、所属クラブは、自由にするっていうことは別に義務ではないわけですよ。まあ、J リーグは中断期間っていうのがあるので、ちょっと別かもしれないけど、今、吉井君言った、もう日本の気候に慣れてる。もちろん、アジア大会で彼のプレーは僕も見てて、すごいいい選手だなと思ったけど、だけど、はっきり言って、オーストラリアサッカー連盟は、もう発表してないけど、もうリストはできてると思うんですよ。で、そのリストがあって、所属クラブにはもう連絡してるんですよ、普通は。で、それをね、西野 TD は、マークにくらやかにね、流してたけど、多分、腹の中で笑ってたと思いますよ。で、分かってるから、多分出ると思いますよって。ああいうふうにはっきり言えるのは、もうそこの時点で察しなきゃね。いや、そうですよ。で、当然、彼が、まあ、復帰して、どこかのタイミングで試合に出場させようっていうんだって、もう当然、この後は今度またチーム離れなきゃならないって言ったら、ね、このグループの中でサッカーをさせることは大事なわけですよ、公式戦。で、僕は思うんですけどね。で、これはなぜかというと、ね、今皆さん、こう、ご覧になってる、方にね、僕らの深読みをですね、アンダーグラウンドですけど、そのままお伝えして、当たるか当たらないかは、また、当たらなくてもまた違うこと言うんですけど、僕ら、ちょっと待つから。あと、秋吉さん。健全な競争があって、新加入選手や控えの選手にも、しっかり出番が与えられる環境が続けば、新人や若い選手が、ここでやってみたいと思って、くれるクラブになると思います。
さっきのここも聞きたいかなと思うんですよね。ね。浦和レッズはクラブとして経営能力が西野テリーが就任してから格段に高まったような感じがします。二つについては。セニョル。この方は非常に真面目な考え方を取る人ですね。熊本で、熊本の方です。もうアパートのオーナーですよ。ああ、もうちょっと違ったアングルも見つけられた方がいいと思いますよ、僕は。ちょっと失礼な言い方をすると。で大丈夫ですよ。それはセニョルからのパスでしょ。クロスボール今送ってるところ、ね。要は、スルーして自分の股を抜いて味方にパス通すみたいな、そういうことを考えるような発想が出てきたら、もっとこの人はサッカーもっといろいろ深くご理解されて、もっといろんな話をできるようになるんじゃないかなって気がしますね。ちょっと硬いかなって。別に気にしないでくださいよ。いいですね。セニョールからパスが来るのがいいじゃないですか。ね、もう一回ね、僕ここ読みたいから、なんか J リーグも2030年に行ってね、こう、今2021、あと10年後の話ですよね。J リーグは一応そういうビジョンを持ってるわけで、そこになんか J リーグの各クラブが手を挙げなきゃいけない。その中で浦和レッズが手を挙げたのかなと思うんですけど、挙げてるのははっきりと高らかに手を挙げたのかなと思うんですけど、J リーグも2030年には世界のビッグファイブと伍するリーグになるという2030、フットボールビジョンを掲げています。だとすれば、J リーグのトップ、アジアのトップであるべき、いいですね、浦和レッズはヨーロッパのビッグファイブとのクラブと名実ともに肩を並べるようなクラブになっていなければいけないのかもしれないですし、なっていたいと思います。先の話なんでぼんやりとしてますが、そういったところも見ながら、まず今年やるべきことをやり、必ず目標を達成して来年以降につなげていきたいと思います。今年の目標は ACL 出場権を取ること。もうそれはね、最初の3年計画のところに言ってたと思います、ね。そうなると来年はリーグ優勝ともう一度ACL のタイトルを取ろうじゃないかと。そういうことを西野テクニカルダイレクターは言ってるというのは、これはクラブとしての考えとして受け止めていいわけですよね。もう今聞いてて二つ思ったんだけど、お寺宛に最初に言ったけどね。一つは、ACL に関しては、来年出場するチャンスは天皇杯、今年タイトル取れば出れるわけですよ。はい、はい、はい。そうすると、西野 TD が言った通り、もっとスピードがアップしちゃって、あれこんな早く出ちゃったのってなる可能性は、なきにしもあるはずです。これは終わってみないとわからない。うん。もう一つは、2030年っていうその構想っていうのはあるんだけど、僕が聞いた話では、要するにイングランドのようにプレミアシップ制度をしようと。うん、つまり今の18チーム制でやるんじゃなくて、もうちょっとチームを減らして、もっと凝縮された、もっとすごい選手たちが集まるリーグにしようっていう構想があるように聞いてるんですよ。うん、でリーグ再編。ここ、うん、リーグ再編。あ、J リーグ自体を。うん、だから、プレミアリーグ作って、J1、J2、J3 にすると。つまり今の JFL が J3 になる。そういうふうな構造があってもおかしくないわけですよ。で、そのプレミアシップって、まあ、今、イングランドは18チームだけど、まあ、ピーバーは18チーム制っていうのをずっと言ってるからね。もう、それでも逆らって22チームでやってるところもあるし、20チームでやってるところもあるし。だけど、プレイオフっていうか、セカンドラウンドでもう10チームだけやるっていう、そういう国もあるし、まあ、そういうふうなことを考えたら、2030年っていうのを、もし想像するわけだから、誰も、僕はその時生きてないから、勝手なこと言えるんだ。2030年に、もし西野 TD が言ってる通り、
世界の5大クラブの5大リーグに入ったとしたとしたら、それは僕ありえないと思ってるんだけど、それは無理だと思ってるんだけど、あの経済力が絶対追いつかないから、日本ではね。だから5大クラブには入れないと思うけど、それに近いところにもし近づけるとしたら、例えば、僕の個人的な実感なんだけど、僕は16クラブくらいがいいと思ってるんですよ。うん。で、それをプレミアリーグにして、その16チームっていうのは条件付けをしてね、もう、要するに年間これだけの予算が用意できますよっていう前提で参加させるんですよ。そうなれば、その予算があれば、もう、いい選手を取れる。あるいは下から上げてきた選手もうまく使える。しかも、もうその時はアジアだけじゃなくて、もうこんだけ航空網が今ちょっと寸断されてるけども、じゃあ、もう、クラブワールドカップなんかやめましょうと。ワールドリーグやりましょうよと。その時のワールドリーグっていうのは僕の頭の中ではこういうふうに思ってるんだけど、これは今思ってるわけじゃなくて昔から思ってたんだけど、例えば国内リーグ1ヶ月で何試合やる。その中の1試合をワールドリーグに持っていく。うん、つまり1試合は国内でワールドリーグやる。アウェーでも1試合外に出ていく。それがヨーロッパになるのか、アフリカになるのか、南米になるのか、オーストラリアになるのか、じゃあ、そういうふうなものができたときは、すごいスポンサーがついてれば、できないことじゃないんですよ。そうしたときが、もし2030年は無理だと思うけど、2050年ぐらいかな、そういうのができたとしたらね、もう、それこそ、選手の質っていうのは、本当に高くなくては、どうしようもないリーグになるわけですよ。そういうリーグに参加するっていうようなことを考えたときには、イングランドのプレミアシップができたように、もし J リーグでプレミアシップができたらば、そのチームは予算これしか作れませんよったら入りませんよと。要するにディズニーランド行くのにさ、要するに5000円持ってったって入れないじゃないですか。楽しめないですもんね。うん、でしょ、だから、その価値はお客さんがお金払えば見に行けるわけだからね。で、そういう意味でクラブに対してもっとプレッシャーをかけて、もっとステップアップさせるためにはいろんなことがあるわけだけど、そういうことをもし想定してたとしたら、西野 TJ の話は、僕はものすごくうがったいいコメントだと思いますね。うん、さあ、なんか話をするだけでも楽しくなりますね。やっぱ前向きな話をするっていうのは、そういうふうな気持ちになるんですよね。とても、なんていうんですかね、週末が、今週水曜日ないんですよ。水曜日。水曜日ない。水曜日ない。水曜日って、今日じゃないか、明日か。明日ですね。明日は天皇杯があるんですよ、他の試合が。他の試合がね、そう。興味ある試合があるんですよ、あ、僕のね、同僚だった、今、ガンバーの副社長やってる、まあ僕はバダポンチュって言うんだけど、バダ正城氏の長男坊、あ、次男坊が、今、鈴鹿にいるんですよ。うん、ああ、そうなんですか。あの、ポイントゲッターさんか。いやいや、まあ中盤だったんだけどね。いやいや。チーム名です。誰？チーム名です。チーム名です。ああ、鈴鹿アニメテッドっていうね。そうそう。あの、スペイン人の女性が、監督やってる。で、明日、神戸対、ビットル神戸対、鈴鹿アニメテッドなんですよ。あ、アンリーや。そうなんですか。なるほど、そういうことね。これは自分が、僕より年下だけど、気が合う、いい、同僚だったっていうか、どっちが上司だったかというのはわかんないけど、和田本の次男坊が鈴鹿でプレイするんで、もともと神戸のビストル神戸のアカデミーにいた
一緒にやったんですけどね、関大に行って津波たとしの息子と一緒にやってたんですけどね。ああそうなんですね。うん、だからそれがね、映像では見れないけど、ある人物が僕に映像送ってくるっていうんです、パソコンでね。はい。同時かどうか、もう生かどうかわかんないけど、はい、それはね、違って意味で楽しみにしてるんですよ。ね、僕は間違ってないかなと思った。じゃあ、大丈夫です。鈴鹿ポイントゲッターズ。あ、ポイントゲッターズっていうの？はい、あれです、うん、アンリミテッド FC だったんですけど、今は法人名で残ってます。株式会社アンリミテッドで。クラブ名は鈴鹿、はい、鈴鹿ポイントゲッターズって言うんですよ。はい。で、あれですよね。監督さんが、ミラグロス・マルティネス・ドミンゲスさん。はい。36歳。若い監督さんですね。あれですよ。イニエスタと同じふるさとですよ。田舎者ですよ。すごいな。で、明日対戦なんですよ。うん、明日ね。で、今日は代表がワールドカップ予選でキルグってやるじゃないですか。はいはい。この間ハンガリーの話したじゃないですか。はいはいはい、はい。キルグズも面白い話だったね。ええ、中央アジアから移動して、肉が好きな人たちがキリギスに行って、はい、昔のキリギス団を作った。今のキリギスになったと、はい。で、魚が好きな人たちは東へ行って、日本っていう国を作ったっていう、そういう逸話がキリギスにあるんですよ。本当ですか？面白いでしょ、それ。いや、面白いですね。それ、また、ちょっと待って、ハンガリーは何でしたっけ？ハンガリーは、西へ西へと行ってマジャル人になってハンガリーになって、東へ東へ行ったのは日本人としてヤマトって国を作った。まあそこは食べ物は出てこないんですけどね、うん、キリギスは食べ物が具体的に出てくるんですよ。で、映像なんか見るとキリギスのね女性はね本当に日本の綺麗な女性、ちょっと昭和の女性って感じの顔をしたね、女性がいっぱいいますよ。そうですね。僕も、中央アジアは、ウズベキスタンに1回、カザフスタンに2回行って、いろんな、なんていうんですかね、彼らと同じ層がそっちに あるんだろうな、っていうのを感じましたけど、そうなんですね、やっぱり。肉が好きな人がキリギスに行ったんですね。いや、小学生ぐらいの女の子見るとね、男の子見るとね、何、うん、なんだ、ちょっと田舎の女の子じゃんって感じするんですよ。これは、ね。まあ、まあ、そういうふうなものも、サッカーで、経験を遠くに、あるいは知識を得られるってことは、やっぱり素晴らしいことじゃないですか。いや本当ですね、うん、だって僕らがそう思ってるだけじゃなくて向こうもそう思ってるわけですからね。はい。で彼らの祖としてはもう古代から文明がありますからね。なんかね、今の世の中の価値観で考えないで、この人類っていう価値観で考えるとやっぱもう僕らそっちの方から来たんでしょうね。まあちょっと難しいというか専門的な話は避けるけど、最近日本人のルーツがここら辺じゃないかって滝川人っていうのが出てきたんですけどね。何人？滝川。まあ後でそれちょっと僕正確に覚えてないんで。いや日本人のルーツはコロボックルとかアイヌだとかいろいろあるんですけど、あるいは中国の南宋から流れてきたとか、はい、でもね、朝鮮半島から出てきた人たちは幾何人であって、本当のルーツはその南宋とかコロボックルとかその滝川人とかアイヌ、アイヌは北方系ですから、さっきの連幕じゃないけど、うん、白色で、そうか、流入してるルートが違うわけですね。アイヌの
民族音楽っていうのと、イギリスにマントってあるでしょ、F1 の。はいはい、あれですね。あそこのね、車のレースやる。その民謡がね、すごく似てるっていう話はあるんですよ。へえ。そういうの僕ね、中学生時代にすごい興味持っててね、あ、民族音楽研究したことあったんですよ。独学で。で、結構アイヌの方の、その、民族音楽のそのリズムとか波長とかいろんなものがイギリスのマントところにつながるんだけど、その間にシベリアの方をこうずっと抜けて、それこそデンマークなんかも含まれるかもしれないけど、やっぱし地上民族みたいな、ほら寒いところだから植物が育たないじゃないですか。でそういうものもあって、だから話しかちゃうかもしれないけど、昔もう亡くなっちゃった日本協会の会長をやられてた岡野修一郎さんの話を僕、子供の時面白く聞かせてもらったけど、ソ連代表っていうのがあった時に、センターバックとかディフェンスがみんなモスクワとは、モスクワなんか含めた北の地域の連中、みんな身長が高くてがっちりしてるから。でテクニシャンとかゴールゲッターは南の方のウクライナとかそっちの方の出身が多いって話をまことしやかに岡野さんすごく言葉遣いが上手い人だったからまあね、うん、しっかりそういうふうに思って見てたけど、実際その時そうだったしね、うん、いやそういうものも日本はちっちゃな国だって言われるかもしれないけど、日本はやっぱり広い国だし、前、ヨッシーと話して、僕何を言うか忘れたけどって言って、今回3回目だけど、コシヒカリとか秋田小町は、別に兵庫県でも食べれるんだよと。だから、今回、まあ、ある人たちが質問した、キャッパーヤンカーだとか、アンドレ、まあ、アレクサンダー・ショーツが北欧から来るって言ったって、彼ら北欧って言ったってデンマークだけど、彼ら別にノルウェーとか、スウェーデンなんかの言葉ほとんど変わらないからね、うん。で、ヨーロッパっていうか全体が一つの地域と考えたら、僕ら秋田小町を別に秋田で食べなくたって、埼玉で食べれるわけじゃない。食べれますね。だから彼らが、よくどうしてアジアで日本でまたサッカーをやろうってそういうチャレンジするのっていろんな質問するけど、彼らは彼らの価値観があるでしょ。その中でまあはっきり言っちゃうと、ヤンカーもショーツももうデンマークのフル代表には選ばれないって彼ら思ってるはずなんです。本心は選ばれたらいいなぐらいの。でもイタリアでもできる、ドイツでもやれるかもしれないけど、日本でやれたらもっと楽しいかなっていうのは、そういうような気持ちで言ったら、例えば、沖縄の人がさ、秋田小町気に入ったら、秋田から取り寄せなくて、沖縄で栽培してできるかどうかわかんないけど、そういうチャレンジしてみたいなって気持ちになるってもおかしくないじゃないですか。はい。そういうものって、日本人はそういうのはない、僕はちょっと変わった人間かもしれないけど、知らない世界を見てみたいなっていうのは人間誰しもあるんじゃないのかなと思うんですよ、うん、で、そういうふうな気持ちがあるから、ヤンカーはあのアジャストメントはこんなに早くこんなにすごいパフォーマンス見てるのかなっていうのはちょっと正直言って驚いてるんだけど、いや驚きます。で、なんかほら彼もね、彼ってすごい前向きなこう発言も前向きなんですよね。まあこの前のクリエセンに関してのクリスチャンですね、ステイストロングなんていうメッセージもそうだったですけど、日本からね、リップサービスとしたって、いやでも半分本当じゃないかなと思うんだけど、日本から選ばれてやるってね、そんなことがあったら素敵ですよね。だから日本っていうか J リーグっていうレベルはさっきの話に戻るわけじゃないんだけど、決してヨーロッパから見ても低いレベルの
サッカーリーグじゃないってことを彼は認識してるんですよ。よく昔はね、南米の選手、特にブラジル選手は日本に来て、日本でステップアップしてヨーロッパ行きたいという選手が来るってよく言われたけど、全然違うんですよ。ブラジルの選手、まあ僕はブラジルしょっちゅう行ってたし、ブラジルは試合もたくさんあるけど、ブラジルの選手は日本でやりたいという選手いっぱいあるんですよ。理由はいくつかあるんだけど、まず治安がいい。食べ物も美味しい。お金がきちんと支払われる。違いがないってことですね。そう。もう待遇は一番だけどね。もちろん給料は悪くはないと思う。で、こっからヨーロッパにステップアップするっていう価値観の選手もいるけど、こっからブラジル代表になるっていう、そういう目標を持ってる選手もいるんですよ。うん、だって僕が連れてきたマルシオ・アムロド・スタントスっていうのはベルギーに連れてきたけど、まあその後イタリアにも行ったけど、ブラジルでちゃんと代表になって10番つけたじゃないですか。僕見に行きましたしね、ちゃんと。ね、復帰だって、アムロドはブラジルで有名だったんですよ。はい、でも復帰なんか日本に来て活躍して、で代表になった時にブラジル人は復帰なんか誰も知らなかったんですよ。誰って感じだったんですね。そうそう、うんうん、ね。だから、その、選手個々の価値観とか目標とかっていうのは、それぞれあるわけだから、それをもう一元的にね、なんでヨーロッパの選手が、ノルウェーの MVP が、デンマークで MVP 取った人が、なんで日本なんかに来るのって、そういう価値観もう捨てなきゃダメなんですよ、まず。なるほどね。うん、で、そういうようなことを、昨日、高井宏樹選手は、そういうふうなことをね、ほのめかしてたんですよ。まあ、浦和レッズのパラダイムシフトを進めなきゃいけないですね。浦和レッズ J リーグですね。うん、もし、高井宏樹選手が J リーグなんてレベルが低いっていうふうに思ってたなら、帰ってきてないですよ。しかも、まあ、レイソルに戻ることはあったとしても、まだまだ浦和レッズに来たってことは、アジアでタイトルを取るっていう、その、ポリシーに、賛同したんじゃないのかなと思います。なんでそういうこと聞き出さないのかね。本当ですね。わかりました。それは僕が、今パスをいただいたんで、ちゃんとやりますんで、もうちょっと会見に行きます。もうちょっと会見に行きます。はい。で、もうちょっと会見に行って、ね、ガツンと一発かましておきますよ、今度。センヨル、ありがとうございます。今日も全く無駄がなく、時間が、流れていきましたけど、もうこんな時間だってことです。お、いいですね。皆さんコメントくださいね。稲垣さん、なぜかレッズは下位のチームから星の取りこぼしがあったので、これをなくしていってほしい。稲垣さん、まあ、下位のチームからっていうのはですね、浦和レッズが上にいるときに当てはまる言葉なので、まあ、やっと上の方に来たんで、これが対戦するチームはですね、ほとんど下になっていきますので、たまに負けんですよ、サッカー全部勝てないから。そんなふうに思ってます。ですが、今ね、順位表を見ると、本当に、浦和レッズが今年勝ててないチームが上にいるんですよね。ですから、裏面に入った時に、ぜひそういうチームには、勝ち点3取っていきたいですよね。やはり、強いチームが一体になるには、クラブ、監督、選手、ファン、町、スポンサー、マネーと、あうんの呼吸です。もう全部じゃん、これ今。ニョルが言ったらもう、火曜日の授業は楽しすぎます。ありがとうございます。そうだね。これはもうね、セニョール佐藤っていうプロフェッサーですからね。はい。まあ、とりあえず、すぐにリモート授業で乗り込めるのは、藤口さんのとこくらいですかね。今度、ちょっと、リモートで学生の前でやらせてくださいよ、つって。いいよって言ってくれそうですけどね。若い人にも、ね、あ、
秋吉さんから来てますよ、ほら。先生の佐藤さん、ありがとうございました。真面目なんですよ。ちょっと、僕はちょっと、秋吉さんに失礼なことを申し上げたかもしれませんけど、ごめんなさい。そんなんじゃないでしょ、その。ねえねえ。なんかね、この、今のコロナ禍が終わったら、国内でも旅もしたいですね。いいですよ。熊本に行けば秋吉さんがいて、富山に行けば大久保さんがいてって。なぜかね、FUG は東北の人があんま見てもらってないんですよね。ああ、そうなんですね。不思議なんですよ。熊本の方が九州の方多いですよ。おー、なるほど。なんか九州の人には波長が合うのかもしれないですね。秋吉さん大丈夫ですって言って大丈夫ですってね。で、秋吉さんね、うん、普段お惣菜作られてるんですよ。あ、そうなんですか。今度ご馳走になりたいな。いや、本当ね、すっごい売れるんですって。すっごい売れるんですって。だからにと、関東でいうとこのイオン。うん、あきよしさん、またすぐ思い出せないんで、コメント入れてください。でも、そこで、すごい売れるんです。へぇ。そんな、すごい売れるったら食べたいじゃないですか。そうですよね。本当に食べたいじゃないですか。僕、今、問題、たくさん食べ物に関しては持ってるからね。好き嫌いも激しいし、だから、選択するのは、100人いても1人ぐらいしか選手を使わないような、そういうふうな状況に僕はいるから。ね、ね、旅したい、国内外、そうですね。旅したいね。本当にしたいね。うん、飛行機乗るのあんまり僕は好きじゃないけれど、さすが、あ、そうそう、夢タウンです、夢タウン。うん、夢タウンの光の森の素材ってことで。熊本の夢タウン光の森行ってみたいなと思いますけど ね。熊本行ったらって思ってるんですよ。熊本行ったら大津高校に行かなくちゃいけないなと思って。で、平岡先生のインタビューをする。まあそれはもうなんかマスト、勝手に。で、まあロアッソ熊本も見なきゃいけないなって。まあせっかく行ったら 見たいなと思ってるんですけど、そこにもう一つ、夢タウン光の森には行かなきゃいけない。僕は昔、水田寺公園ってあるじゃないですか、熊本に。はい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 。あそこのスタジアムで、ブラジルのインターナショナルと読み入りで、おぉ。試合やった時のことをものすごく思い立てて、しょうがないんですよ。おぉ。結構いい点でやる。結構いいゲームやったんだけど、インターナショナルというのは、ドゥンガの僕、ね、いたチームですからね。赤いユニフォームのチームですよね。そうそう。その時、ドゥンガはいなかったけどね。大淵さんはいたんですか？え？大淵さんはいたんですか？じゃあ、なんで大月が出るか。僕あ、大淵さん。あ、大淵？ちょっと待って。大口か。いたかいなかったか覚えてないな。まあ、ね、ふるさとだからいたのかな。いや、多分いなかったと思うわ。あ、セニョールは私的な旅行をしたことがないので、ぜひ実現してあげてください。いや、それはあなたも、それはあなたも行くんですよ、稲垣さん。何言ってんですか。何言ってんですか、稲垣さん。あなたも行くんですよ、その時には。一緒に、うん、当たり前じゃないですか、稲垣さん。今そうかと思ってると思いますけど、ね、な、2人だけじゃないですよ、あなたも行くんですよ。なんで俺がじゃなくてあなたも行くんですよ。熊本市内大津の間、あ、そうなんだ、熊本市内と大津の間に光の森があるんですね。そこの夢タウンに行けば、そこにある夢タウンに行けばいいですね。わかりました。熊本もね、この美味しいですからね。夢タウンって言うと、想像できないけど、なんか、
総合施設なんでしょうけど、なんかネーミングはいいし、うん、美味しいものがたくさんありそうですね。多分焼酎も。あ、焼酎も。了解しましたと。旅の友は一人出ました。まあ、ちょっとね、稲垣さんの方が、ちょっとワクチン接種は早くなりますけどね。うちの、妻の両親が、今週の木曜日に2回目ですね。なんでまた、それはどんな感じか、また皆さんにお伝えしたいなと思いますけど、長い時間、皆さんありがとうございました。今日もたくさんの、本当たくさんの人がいらっしゃっていただいて、またこの後また、切っていただけるっていうのが、セニョールの会の特徴かなと思いますけど、今日はテーマを高井宏樹選手の会見、そしてそれを受けて西野勤氏の会見、そこにちょっとフォーカスを当てて話を、まあ、膨らました感じはないんですけれど、ちょっと深読みさせていただきました。そして、随所に散りばめられたフットボールアンダーグラウンド、まさに、そこにいないと見えない。そんな話をまた、セニョールの方から、今回も聞くことができたので、よかったなと思います。ずっとなんかサッカーは続くので、また、話をぜひ、なかなか、読み入りの話に戻れないんですけれど。いいんじゃないですか、もう。読み入りの話にね。またどっかでねと思うんですけど、そうですね、お疲れ様でした。チャオ、もう終わりにしますね、本当に。セニョール吉田さん、皆さんありがとうございました。また明日楽しみにしております。チャオ。はい、ということで皆さん本当にありがとうございました。セニョール、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。フットボールアンダーグラウンド2021年6月15日デリエフユージーチューゼ、この辺でお開きにしたいと思います。セニョール、ありがとうございました。チャオ。